なるほど。私はこのまま高田に行って高田の満喫で何とかしようかなっていう。お疲れ様です。はい、ということでね、まあ、無事撮影もできましたと。あとはまあよく見返ってみたりとかいろいろと他の企画をやれるわけですけど、まあ、でもやっとですね、5人ぐらいですね、いましたね。撮影されている方が私の方に2名ほどいまして、やはり方向の方向幕がね、変わるところ、ここがね、やっぱ狙い目やったっていうことでね、わーっと構えらしたんで、あ、よかったよかった、他にも撮ったわということでね、普通の方はだいぶ個性的ですね。ということでね、普通の安倍の場所雪になっていくわけですけど、まあ、考えてみたら、これはこれで、まあ、なかなか撮りにくいのは撮りにくいんですよね。やっぱりね、皆さんで話しとったのはね、急行の方向なんか撮りたかったなーとかね、言ってましたけど、これやっぱ地元の方でもね、やはり平日仕事とかで学校ですから撮りにくいということでね、逆に考えてみたら、これ河内中野駅で、なんて言ったら、ここに安倍の橋行きの普通列車がこうやって入ってるのも、まあ、珍しいっちゃ珍しいわけですよね。まあ、列車に乗ってきますけど、まあ、ということで、ね、まあ、とりあえずね、もう話も、少し盛り上がって、やっぱり地元の方が多かったですけどね、遠方からね、ちょっとまだ来る方はいませんでしたけど、うん。まあ、良かったじゃないかな。まあ、まだあと10日ぐらい、ね、残ってますからね、また来られる方、これだけちょっと急ぎでね、ここの部分だけね、アップロードしますんで、何か、参考にしていただければ幸いですということで。よし、ではとりあえず宿に向かいます。ちょっと一応ただね、実はね、三角マークに変わったんでね、ちょっと心配になってきましたけど、とりあえず普通の安倍の橋届けていきましょうか。さあ、古い続きましたよ。もうね、すいません、東急使いますよ、甘えますよ。もうこの時間どうしても電車もないですからね。これなんか面白い電車が入場してきましたね。何もわかって、回送でも何でもない。何の台車じゃないんでしょう。2号編成、これは、五世線のやつを引っ張ってきとんのかな。入庫ってなってるんで、そっか、五世線の列車が、この時間には入庫するのにこっちに持ってきてるんでしょうね。で、多分五世線はほら、方向幕変えないから改装とかもないんでしょうね。そう考えると珍しいな。一応撮っておきましょう。あんま塩まくって名古屋線界隈では見ないですね。あり得るとしたらどこだ、あそこか、あの柏原か、道明寺線ね、うん、あそか、大阪こっちやから、まあ、言うとるとも特急来るはずなので特急使います。いや、こういうのにね、特急とかの、いや、ブルージャーシーとか言うんだけど、最低限なのにそんなのしていいのかってね、いや、しないとこれね、ちょっとね、もうね、16分だけですからね、やされるのなんですよ。もうこの時間本数が少ないですからね、これですね、柏原神宮前向きね、尺の高田氏、これね、高田氏止まるんで、こいつのってこと思います。いろんなミュージアムズ、ミュージアムぐるっとパス、こんなんあるんですね。無料入場券26枚、割引券97枚添付で、1100円、安いですね。へぇ、こんなんやってんのや。いや、寒いな、これ。この辺りのエリアってね、結構夜冷えるんですよね。いや、お前の格好がおかしいんやろって言われたらそれまでなんですけど。よし。三重もあんの？あ、パラメタルミュージアムとかな。これ面白いですね。こんなんやってるんですね。やっぱりこっちの方では売ってないのかな。やばいな。一応、名駅やと、ナンバー駅が書いてありますけど。うんうん。でも、豊田市、一宮市の博物館とかも入ってますからね。うん。別に、こっちで売ったって、ええ気もするんやけど。
1号車か。1号車やで。この辺り、この辺りでいいんでしょ。よし。まもなく、1番線に23時16分発、橿原神宮前行き、特急が参ります。途中の停車駅は、佐久の高田市でございます。電車の番号は、後ろから1号車に、オープン DG ルルルは終了してますね。旅行きましょう。危険ですから黄色い線までお下がりください。貸し切りでしょ。こんなにあったんですね。今日も満員御礼ってことです。やっぱりそれなりに手震えてきて、うぅ、来たレアなやつ来ましたね。さあ、レアなっていうか、この前の音のと一緒やないか。4畳編成ですからね。あれ、この前の2畳編成でしたっけ。この電車は橿原神宮前行き特急です。次は瀬戸となります。次は高田市到着です。さあ、無事着きましたけど、もう時間は11時41分。もうね、それ特急使ってでもね、少しでも早くしたいと、まあ、あとはもうこれからクランクの空きがあることだけを祈っていきますけど、まあ、ここからまだ20分しかないときますね。12時間なかなかしんどいですね。さあ、で、まあ、でも高田市駅のリンドム自体も初めてだからな。ちょっとコンビニでお酒ぐらい買ってきたけど、よし、高田市ってどういうのか。もう列車も全然ないけど、あ、一応0時2分発ってのがあるんだ。渋谷村も出てきないけど、こっちは古市行きなんですね。古市行き、これって珍しいのかな。一応取っときます。まさか23日からってね、知らずにね、遺産で来てしまいましたけど、あ、デイリー山崎がある。これはありがたい。デイリー山崎買ってきましょう。ちょっと三重県ないですかね、伊勢山崎。よっしゃ、ちょっとあるかな。こんなもん山あるけど、まだやっとんのかな。まあ、いろいろとありますね。ちょっと買ってこう。